こちらは STR5 っていうタイプの三輪車です。STR3 とそんなに変わらないんですけど、これ畳んでいってみますね。まず押し棒を下げます。これ後ろのレバーを下げて、ここに銀のポッチがあるんで、これを押しながら押し込んだら、ここに銀のポッチが出たら、これで下がったんで畳みます。じゃあちょっと、どうかな、前にやって、ハンドルをここのボタンを押しながら畳んで、前輪ここの赤いボタンをここを押しながらですね、押しながら抜いて、そうですね、どうしましょうか、こちら後ろにしてロック外して、お、あ、こちらこれ置いとこうかな、ここですね、ここですね、ロック外して畳んで、そしてここを畳みますね、レーバーを引きながらこれを倒したら、よいしょ、そしてここ、よいしょ、これですね、ここここ、これこれこれがですね、ここに、よいしょ、ここ引っかかったの見えるかな、見えるか、よいしょ、ここに引っかかったの見えますかね、これでロックかかってます、これでもう取れませんので、そしてタイヤを よいしょ、はめて出来上がりです。こんな感じ、まあこんな感じかな、後輪のタイヤを外すことももちろんできますので、けどまあ一応これで折りたたみの形になります。ぜひちょっと参考にしてください。よろしくお願いします。